うるおいケアも紫外線ケアも飲んで肌の力を高めよう。どうも、紫外線から守る子孫です。体の内側から肌を守る仕事をしています。ん？相棒がいないですね。一体何をしているんですか、うるおいの子孫は。今日無理だわ、自信ない。そんな言い訳通用しません。確かにあなたはうるおいケア担当なのに、なんかカラカラというか肌もカサカサなんだわ。いいですか、乾燥している中で紫外線を浴びると肌がさらに乾燥して、また紫外線を浴びて乾燥、紫外線乾燥という紫外線乾燥スパイラルに俺はいる。自慢になりません。え、姿の味方ちゃんと飲んでます？最近飲んでないわ。体の内側から潤いケアと紫外線ケア、どちらもできるのが素肌の味方なんです。おお、なんかいい感じ。自信が出たならよかったです。あなたとはこれからも仕事を続ける必要があるんでね。俺たちは二人で一つだから最強。そう、二つのケアで肌に自信が持てる。肌の調子こそが毎日の調子を決めるんです。そういうこと。うるおいケアも紫外線ケアも飲んで肌の力を高めよう。明治スキンケアヨーグルト、素肌の味方。何回やるんだ。